それは分からないですけど、はい、試合に見入ってる吉田選手、はい、ここまでの展開は、あ、井上がなんかすごい反則じゃないですけど、ええ、そういうのいっぱい使ってるんでちょっとびっくりしてるんですけど、なんかすごい合ってて、合ってますか、なんかいいなと思ったり、 ある部分で主導権握ってますよね、ここまではね、いつもとは違いますよね、なんだろう、ここまでしないっていうか、まあ逆にシングルだからこれだけ思い切ったことができるかもしれないですね。あ、なるほどね。やっぱりタグよりもシングルの方が自分のやりたいことをやれるって感じ。いや、タッグでもやりたいことやりますけど、あ、ね、でもシングルの時の方がここでこれやってここでこれやってっていうのを細かく頭に描くでしょ。あ、そうですね。またそれはシングルだから自分のもんだし、全部、あ、今の逆か、逆肩指なんかもやらなくていいのに詰め立てたりしてたでしょ。見ないところで、なんかでもそれがなんか面白いスパイスになってるなっていうのは気もしますね。あ、ほら、噛んだりしてますね、逆指なのに足噛んじゃったりとかね、こんなのどうですか。合ってていい。なんか高子自然にやってるところがなんかいいですよね。なんか新人の子が獄門島に入って反則使って練習してとか、そういうんじゃなくてもうなんか自然にやってるから、やっぱり意地が悪いのは地じゃないですか。そんなことないですけどね。この膝十字固めっていうのは井上貴子選手非常にこだわって使ってる技なんですよね、昔から。そうですね、いつも話題に出るんですけど、だってあんまり関節技っていうイメージがないでしょ、普段は。ところが、この膝十字だけはもうずっと割とこだわって使ってるって何かあるんでしょうかね。こういうのもできるんだぞってところを見せたいんじゃないですかね。やっぱりそのアイドル的なそういうイメージでやっぱり割と、これは割とゴツゴツした技ですもんね、新人の頃からか膝十字使ってました、選手。いや、使ってなかった。ここ1、2年ですね。これは渋い技の典型みたいなもんですもんね。そうですね。あ、でも3歩でしたっけ、はなんかちょっとやったことあるとは聞きましたけど。これも一つのアクセントみたいなもんだと思うんですよね。意外と空中殺法が少ないんですよね、井上貴子ね。あ、そうです。もちろんそれは基本技ですからドロップキックぐらいはやるかもしれないけれども、それ以外にね、あんまり空中殺法っていうのは使わないですね。そうですね、高子のイメージとしてはオールガスペシャルとこの膝十字という感じがしますよね。今ちょっと下田美誠選手足を引きずっているようですが、膝殺しがちょっと効いてきたかなっていうような、そういうことですね、あ、これ得意技ですね。これなんかはでも典型的な全日本女子技ですよ。そうですね、下田の場合はどっかに飛んでってしまうんじゃないかというぐらい。ああ、そうではありますね。で、こうなからですか。この折り方が割と女の子っぽいんですよね。でもね、とっても女性的な技のような気がします。あ、これは今のはなかなか正確に決まった方じゃないですか。そうですね。しかしこの対決本当に勝負の意見がちょっと分からなくなってきました。もう全然、難しいと思いますね、割と。どんな技で決まるのかなっていうのはすごく分からない感じがしますね。力は接近してますよね、確かに、ですからなんか一瞬の回転技とか、そういうもので決まってくるんじゃないかって気がしますね。どんな技出たら仕留められるのかなっていうか、これは結構難しいですよ。逆エビですとか、そういうギブアップ技だとここから先はもう我慢比べでしょ、そういうのは決まらないでしょうね。二人とも頑張っちゃうと思いますね、何が飛び出すのかなという興味はありますけど、やっぱシングルマッチって我慢比べですか、最後は。そうですね、あと一瞬にホール技とか入るんで、これは結構面白い形の逆肩指と膝関節っていうんですか、両方という気がしますね。かなり厳しい試合になってますね。そう、かなりシリアスですね。それに下田はですね、この後、オタク体育館で、タイトルマッチ控えたでしょ、全日本タッグ。なるほど。それもあって、これ相手、タカ子は武者選手とともに、これ、武者チームですから、ジャパングランプリであり、タッグの前哨戦であり。面も考えると、負けられないとこでしょうね。なるほど。ここで負けたら何のための挑戦かという感じになっちゃいますからね。
4の字っていうのは割とあれですか、下田美馬選手4の字使いますか。なんか使うような気がしますけど、吉田選手どう。あ、結構試合で、はい、4の字使います、うん、なんかこの光景よく見るような気がします。あ、なるほど。だから技のバリエーションそのものはいわゆるちょっと一昔前の前場っぽいんですよ ね、 そうですね。さっきのフライングネックブリーカーであるとかこれであるとか、あの要するになんか縦のノリド選手じゃないけれども、うん、技の種類そのものはちょっと前の全日本女子の典型かなというような気もします。うん、ただフィニッシュがないという感じがするんで、下田選手、うん、そういう点であの、まあ、この特に井上貴子しぶといですから、ええ、どんな技を出したら決められるかっていうのは、ああこれっていう必殺技ね、うん、それは案外そうかもしれないですね。ただこれはなんかだんだん長期戦の様相を呈してきたっていうんですか、うん、ええ、騙し合い探り合いのプロレスが続きますね。結構長い試合になってますね、ええ、あ出ました。これなんか割とあの見せ場の一つでしょ。あのあんまりこの形の巻き投げってみんなやらないから、はい、オリジナルって感じがしますよね。腰なんか腰を打つ技が多くなってきましたね。あ、流れ式の、ああ流れ式アームホイップ。これも井上貴子っぽい。あやっぱり膝十字きたか。かなり井上貴子この技こだわってる感じがしますね。どうですか。はい、なんかこれで、うん、いつだかなエステルとシンティア、はい、とやっで自分と高子で全日本の時もシンティアからこれでギブアップ取って、はい、あのベルト巻いたんで、はい、やっぱそれで取れたっていうのがあるんで小技に自信があるっていうか、持ってるんですか、これで決めてやろうって。そうですよね。もうなんか割とこだわりを持って膝十字、あ自分もそれで負けたんだ。全日本最初一番初めの初めに、はい、それで負けたんですか。なるほど。じゃもうやっぱりあのこの技には自信持ってるんですね。だと思います。なんか今のも割と悪役っぽくないですか。あ、持ち上げきれなかったもんね、すぐに体を切り出しましたね下田が。でもここでねドロップキックでつなぐってところが割と、うん、さあ三者三歩ですか。うん、どうかな。結構いいですよ。よかったですか、ああこれすかされてたんだね。残念です。いやすかされたっていうか、飛びは良かったんですけど、ね、飛びは良かったんだけど、下にいたあの他の選手に当たっちゃったって感じでしょうね。いつもでも下田のあのトップは結構危なっかしいというか、感じがあるんであんまり飛距離がないんですよね、その割には、うん、これは良かったと思いますけど。俺ら行くぞ俺らって言ってますけどどうですか。怖い。声が怖いですもんね。いいですね。でも、やっぱり意地悪なレスラーになった方がいいですよ井上京子。あ、じゃあごめんなさい井上貴子、ごめんなさい。貴子はこれはこれでレスラーっぽいですよすごく。今縦のノリオの亡霊を見たね。ニードロップ、これも切り返した。下田選手このオーロラスペシャルに関してはすごく研究してますね。研究してますね、なだれ式を狙ってますね。バックロブですか。うわこれはすごい。こういう技で決まりましたか。うーん、あの下田選手あんまりね、勝ったって今言ったし、ちょっと意外な技が出ましたね。あのオーロラスペシャルを完全に、ね、完封したということで下田選手が1枚今日はあの組み立てで上回ったかなという気がしますね。吉田選手はどう思います。そうですね、あとナダル式バックドロップ、はい、あんまし見たことなかったんで、これは強烈ですよね、はい、はい、下田美馬選手が井上貴子選手を破った一戦でした。